東吉野村中心部、和志屋口地区和志屋口の町並み入川は上神社駐車、東吉野村立東吉野、小学校天中組周縁の慈悲吉村虎太郎の、母地吉野中央森林組合本所東吉野村は、奈良県東部に位置する村、大光山脈の北辺、高軒山の西側に位置する、伊勢街道を中心に発展してきた。 1863年山和国五条で挙兵した天中組が和紙屋口で幕府が彦根藩兵と戦う。総裁の吉村虎太郎らが死亡し、天中組は壊滅。1905年から1月、和紙屋口で日本国最後の日本狼が捕獲される。現在は大英博物館で標本となっている。2003年3月宇田軍六町村との合併が、 協議されるも5月に離脱。7月に改めて、吉野郡7町村合併協議会に加入し、吉野郡8町村合併協議会となった。しかし大淀町、下北山村が離脱したため2004年3月に協議会が解散。その後、9月に吉野町、東吉野村合併協議会を設置するが2005年3月、解散。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、 奈良県第3区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、吉野郡選挙区となっている。そうめん、メンゆず、ほうばずし、よもぎ、山菜、あゆ、あまご、うなぎ闘村の郵便番号は、633から 23XX、633から 24XX。小学校中学校闘村には、鉄道路線はない。最寄り駅は、 宇だ市の近鉄大阪線灰原駅。近鉄大阪線灰原駅より、平日の水戸村本庁舎まで、6便運行している。また、臨時便が運行されることがある。15系統、古市城水分神社、宇たの経由東吉野村役場駅常機中尾バスとの接続を考慮したダイヤが組まれており、中尾バスが運行されない休日には、宇だ市の宇たのまで運行される。宇たのからは、 中尾バス10系統に接続。また、村内各地を結んでいる。一部は予約制であるが、村外からの来訪者も利用可能である。定員は8人の車両と4人の車両がある。宇田市の灰原駅東部に所在する有料駐車場。村民以外も利用可能である。国道なら県道主要地方道一般地方道7、滝八坪日本狼の像。ありがとうございます。